横ばい、横ばい、横ばいは、横ばいか、鹿デリデイ、カメムシモク、ケーフナモクに分類される昆虫の総称。セミ類に近い一群で、それを微小にしたような姿をしている。学名も、死刑だ、セミ、エラ、縮小時で、小さいセミの意。日本語では、歩く時に横にずれながら移動するため、横ばいの名がついた。イネの害虫として知られるツマグロ横バイや、一部の、 地域でバナナムシという俗称で知られるツマグロオオヨコバイなども、このトガの昆虫である。幼虫、成虫とも植物の液柔を吸う生活をしているため、しばしば園芸植物や農作物にとっての害虫とみなされる。古典的な分類ではカメムシ目ヨコバイアモクに分類されるが、ヨコバイアモクは、側系統群であることが明らかとなっている。セミと同じセミ型種ために分類され、 セミを小さくしたような形をしており、ほとんどの種が数ミリの大きさで1センチメートル以上のものは大型の部類に入る。セミの単眼は3個あるが、横ばいかの単眼は2個である。ただし姫横ばい赤では単眼を持たないものが大部分となっている。これら単眼の有無や、その位置は赤を分類する場合の重要な特徴の一つである。羽は4枚あり、 よく飛翔するが、時に羽が短く飛翔しないものも出現する。色は、緑色系や褐色系のものが多いが、鮮やかな色彩や、幾何学的で複雑な模様を持つものも見られる。不完全変態で、さなぎを経ないで成虫になる。幼虫は、羽がないこと以外は、成虫とほぼ同様で、同じように植物の液汁を吸って成長する。名前の元になった横にずれながら歩く行動は、 人影などを感じて警戒した時に見られるもので、平面でこの行動をすると単に斜め前に歩いているように見えるが、植物の茎や葉に止まっている場合はそれらの裏側に隠れる行動となる。この横ばいは横ばい類のみならず、泡吹虫やセミにも見られる行動で、さらに警戒感が高まると飛んで逃げていく。全世界に分布しており、約二万種が知られるが、 熱帯域のものを中心にミキサイ種、学名のついていない種が多数あると考えられている。日本に生息するものはミキサイ種なども含めおよそ550種程度が確認されているが、小型であることや外見がよく似た種も多いことから十分には解明されていない。平地から山地まで植物が生育している環境であれば、ほとんどの場所に何らかの種が生息する。 つまぐオヨ横ばいボスロゴニアファージニア、ファブリチウスや、大横ばい、シカゲラバーディス、リンネウスなどは大型で都市部の植え込みなどでも生活するため、名前は知らずともめにすることの多い昆虫である。イネマダラ横ばいリシリアオーザードーサリス、モーチルスキーのように、イネの萎縮病などを媒介するものもある。産地の種では、ブナ林やクヌギ林の林間に生息するものが多い。 横ばいや雲河には、セミと同様に発音機能があり、オスがメスを呼ぶためのコミュニケーション手段として用いられる。ただし、人間の耳には聞こえない、極端波のサイクルで発するので、その鳴き声は一般的には知られていない。ほとんどの種類が植物につく重要害虫になっている。植物の茎に興奮を突き刺し、そこから樹液や草の汁を吸ってしまうだけでなく、 一部の種には、植物には有害な病原菌を伝染させることもあり、農作物や園芸者にとっては厄介な存在となっている。また、10に飛来する時もあり、その10に来た際に人体に止まると、そこから人体に興奮を突き刺して血を吸うこともある。横ばいに刺されて、蚊のように腫れ上がって、むずがゆくなったという症状も知られている。一方で、 横ばい自体は強い虫ではないので天敵が多く、鳥やカエルやトカゲのほか、クモや肉食性のカブトムシやカメムシ、水生昆虫やトンボ等の格好の餌となることが多い。他にもアリに襲われたり、寄生チによって命を落とす個体も少なくない。日本では20世紀末頃まで横ばい類の細分傾向が強く多くのトガに分けられており、 その時期の図鑑他でも、そのような扱いになっているものが多い。例、耳ズくか、大横ばいか、冠横ばいか、太横ばいか、細さじ横ばいか、黒平体横ばいか、広ズ横ばいか、死が横ばいか、ぶち脈横ばいか、袋横ばいか、尖り横ばいか、姫横ばいか、横ばいかなど。しかし、日本以外では、それら全体を一つにまとめて、 横ばいかという一つの都がにまとめて扱うのが一般的でり、オーマンほか1990など日本でも1990年代中頃から全体を一つの都がとして扱うようになった。ただしどの群を赤とし、あるいは俗とするかなどは未だ不安定な部分もあり、2000年以降もいくつかの論文で一部変更の考え方が出されている。また、 日本でのトガを細分する体系では、シカデリデイには、大横ばいかの和名が当てられていたが、全体を統合して一化とする場合、本校の立場には本グループの機関名をとって、横ばいかと呼ばれる。ただし赤、シカデラニーには、大横ばい赤の和名が残り、和名と学名とによじれが生じて、ややこしいことになっている。下には、横ばいかの赤を示す。赤名は、 アルファベット順で並び方と系統関係は無関係である。それぞれのおよその分布域を生物地理区などで記した。内容は外部リンクにあるデートリッヒ博士のリスト2000年9月20日作成2006年2月13日改定にほぼ従ったものであるが、角赤の扱いは今後もいくらかは変更される可能性がある。また、角赤に含まれる属。 種数などはおおよその目安で今後も新種の発見などにより増えるはずである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。